はい、いらっしゃいませ。本日はですね、我が事務所のルームツアーを行いたいなと思います。よろしくお願いいたします。それではね、このサンダルを履いて上がってきてもらいたいなと思うんですが、今回は、前回ねルームツアーした時って結構狭い部屋やって3万円の家賃やったんで、あれやって一人で全部撮影できたんですけど、ちょっと今回はねバージョンアップしてちょっとだけ広めになったんで、今回嫁蔵がカメラマンということで、おそらくローテーションだと思いますが、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、玄関ね靴ザーッと置いてますわ。で、まあほんまにそんな感じでザーッと置いてて、鍵もザーッと置いてて、でここの洋服かけるとこにマスク、まあ今の時代はマスクですわ。でこの上はねちょっとバイク用品のあれとかあったりするんだけど、まあまあこれは趣味のところっていう感じですかね。では、入ってきてください。こんな風になったんだ。うん、背伸びしないと見えないから。そうやね。どうぞサンダル履いていただいて、はい、もうあの中はねあのリフォーム済みなんで綺麗な状態になってます。ちょっと窓とかがね、古さを物語ってはいてるんですけど、本当に中はすごい綺麗で、ここの部屋はね、ちょっとお嬢のお部屋っていうことなんで、ちょっとここは開けないということでね、やらせてもらってるんですが、2階もあるんですけど、2階がメインです、今日は。だから2階行きたいんですけど、まあ、その前にちょっと1階だけ行きましょうか、サクッと。サクッと。ここはキッチンなんですけど、もうキッチンっていうか料理せえへんから、まあ、ここに観葉植物ね、ボンちゃんちょっと置いて、で、ルンバがあると。でここの段ボールは全部ポップアップって言って、僕今全国回ってるんですけど、その時のレジ代とか、あとなんかこの大事なもんとか、あとショッパーとか備品もろもろをね置かしてもらってます。これパーテーションとかね、感染対策のパーテーションとか置いてるけど、まあそんなんがこれざっとあると。でこれは、まあお気に入りのウォーターサーバーですね。これでいつも飲んでると、飲みかけ横に入ってましたけど、で僕の好きなカップ麺がここに置いてますよね。一切料理せえへんから全く汚くならへんけど、まあ湯沸かすぐらい、これで湯入れてもいいしね、ピューって、うん、鴨そばとね、うん、俺らが好きな富田監督の、あ、唯一っていうかここで基本手洗ったりするから、うん、もう好きなイソップの、ハンドソープをこっち両方とも、ストック、予備もストックしててやっております。それぐらいかね。であとは一応今日は今髪の毛セットしないんですけど、髪の毛セットするときなんかはこのここでワックスとかケープとかしてます。ここは一応だからセット用のコーナー、うん、で風呂はあるけど、風呂はもう使わへんし、前回の部屋でも全く使ってないから、まあいいとして、次2階行きましょう。今日はこれがメインですわ。昔の2階建てがちょっと急ですけどね、気をつけてきてくださいだいぶね。あら、際どいショットでしたね今。あ、まあやだ、あれみたい。家ついてっていいですか。ああ、確かに。で一応2部屋あって、この最後2部屋見てもらって終わりなんですけど、どっちみたいですか。まずこちらの、チューバースタジオというのがあるんですね。チューバースタジオみたいか、逆の宝の眠る部屋、トレジャールームって書いてあるダサダサすぎる。ダサい方から見る。ほんまそうだね、ダサい方行こうか。大丈夫です。このトレジャールームはね、もう洋服ばっかりで、人によったら宝やけど、まあ、人によったらこんないらんでっていう感じなんですけどね。まあ、この辺に服がバーっと飾ってて、この奥もまだ服はあって、こんな感じでね。でさらにこの奥にもまだ服はあってみたいな。で、これが2段重ねで、ここにも服はあって、でこの辺はカバンとか T シャツとかかな。私カバン1個お家に持って帰っちゃってる。そっか。これが一応僕の私服じゃないんですけど、YouTube で購入した服で、私服はまだ家にあるから、私服はねルイスレザーとかあったりするんですけど、そんな感じですわ。見て、これがトレジャールームやけど、トレジャールーム OK、 これでうん、いいんだよね。宝の眠る部屋。あ、バッグがいい感じですね。あ、これね、僕のオリジナルのバッグね。面白いですね、こうやってやる。そうなんですよ。次はチューバースタジオにどうぞ。はい、普段メインチャンネルでよく出てるところがここです、うん、兼編集部屋。ちょっとなんかムーディーな雰囲気になっちゃってるねこれなんかもうこの一角だけスタジオっぽくしてて、背景しあってスタジオっぽくはしてるんですけど、振り返ると、逆に振り返るともうここで編集できちゃうみたいな感じで、撮影して、はい本日はですね言うてここで編集してみたいな感じのことをやっております。で、まあファックスとかも全部ここにあるから、
なんかコピーしゃあなあかん書類とかも実はあるんですよ、チューバーなんですけどね。あ、やべ、ごめん、踏んじゃった。うん、それは踏んだらあかんとかやねんけどでそれコピーしたりとか、あとまあ電話とかもたまにあったりする、電話もするし、防湿とかね、カメラを置いてたりもするし、でこっちに買ったものを置いてます。だからレビューする前の服はここに置くんやけど、今は置いてないけどね、今はもう特に何もないけど、だいたい買って、レビューする前はここにバーッと並んでて、もうちょっとしたらまた届くと思うねんけど、こんな感じかな。まあ、照明つけたら、これをね、照明つけたらやっとスタジオが完成します。あ、どんなって、こういう感じで、ふむふむ。じゃあちょっと座っていただいてよろしいですか。うん、うん、あ、いいですね。その辺ぐらいからとってもまた本物で同じ価格になって、じゃあそちら行きますね。はあ、はあ。唯一ここの部屋がクーラーあるんですけど、この部屋ってさ、見てもらったらそんな広くないんですけど、うんうん、まあ僕が多分一番おるのはここなんですが、このクーラーな10畳用やね。この部屋6畳ぐらいしかね、いつもキンキンだもんね。サビいねんここは。まあそんな感じかな。で、あとデスクとかは前も見てもらったんですけど、あ、そういうやな、デスクがな、うん、なんでこんな台動かすんですかって前言われてん。っていうのも、うん、こうボタン一つでさ、うん、台の高さ変わるやん、うん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 、これ何のためにしてるんですかって言われて、うん、で何のためにしてるか知ってる？ずっと座りっぱなしだとダメだからじゃなくて、あ、そう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 、なんか見てる人とかはなんかこれおもろいみたいな感じで言ってたんけど、うん、これ全然健康のために俺やってたんけどさ、うん、なんかそういうのが伝わってへんらしくてさ、なんか遊んでるんかなと思ってたらしくて、うん、いや違うんですよみたいな。25分ごとに、うん、そのアレクサとかに、うんうん、タイマーかけさせて、で25分経ったらまた立って、うん、で25分経ったらまた座ってを繰り返してるっていうことで、運動不足予防みたいなことかな、うんうん、はい、ということでやってます。だからこの部屋もついさっきようやく完成したけど、 Wi-Fi とかいろいろ全部つながってるから、最後ありがとうございましたの時にアレクサに言わして、うん、もう全部切らそうと思ってるので、うん、まあ、そんな感じですね。まあ、これが一応ルームツアーということです。あ、ここに嫁さんのマスクもあった。そこちょっと散らかってるね、うん、ここはねまだこれからって感じかな、うん、はい、ということです。まあ一旦まあようやく形になったんで、これからまだまだ変わっていくと思うんですけども、まあ、ルームツアーはこの辺で終わりたいなと思います。以上です。いいですか。はい。お嬢ルームは、公開できる日はないと思いますので、この上2部屋をね使っていこうかなと思いますので、終わりたいなと思います。ではアレクサと共にさよならしたいなと思います。ではアレクサ、お疲れ様でした。アレクサ、お疲れ様。今日も一日お疲れ様でした。よく頑張りましたね。